サンバソーは、マリバマコ出身のサッカー選手、ノッティンガムフォレスト FC 所属。ポジションはミッドフィルダー。マリ共和国のバマコに生まれたソーは、11歳の時に外交官の父に連れられ、フランスへ渡り、US トロシーを経て2005年に、RC ランスの株組織に入団した。2009年5月22日の US ブロー入選で、ネナド・コバチェビッチ。 アディル・エルマッシュと二人の主力が欠場したこともあり、プロデビューを果たし、66分にジョフリードゥマンと交代するまでプレーした。同2008から09シーズンに、チームはリーグで,で優勝し、リーグアンへ昇格した。8月15日の第2節アージオセール戦で、デイアン・ミロバノビッチに代わり、リーグアンでデビューし、以降は同様の形で出場していき、9月19日の、 ラスックリールメトロポールとのダービーデューノールで初スタメンを飾りフル出場した。その後、出番を重ね12月4日に契約を2013年6月までの2年に延長し、2010年5月15日のシーズン最終節で前年度王者ボルドー相手にプロ初得点を挙げた。翌シーズンに2部へ降格した事情もあり、2012年夏に給料カットに合意した。 2013年、トルコのカルデミル・カラビュックス・ポールに遺跡。2015年、同じくトルコのカイセリス・ポールに遺跡。2017年6月20日、ロシアプレミアリーグの FC ディナモ・モスクワに遺跡。2019年8月1日、イングランド・エフル・チャンピオンシップのノッティンガム・フォレスト、f c に遺跡。ユース時代は、2008年9月28日のアフリカユース選手権予選。 ベナン戦でデビューし、役場ディアンラの後に初得点を挙げ、2から0で勝利した。その後も定期的に招集され、2009年の本大会メンバーに選出。本大会ではルワンダ戦で唯一の得点を挙げ、この得点がグループリーグで挙げたチームの総得点となり、再開で敗退した。ユースでのパフォーマンスが認められ、 同年10月11日の 2010FIFA ワールドカップアフリカ予選スーダン戦に向けてスティーブン・ケッシュ監督率いる A 代表に初招集されたが出場はなくベンチ入りもなかったその後アフリカネーションズカップ2010に向けて先行メンバー入りをしたが予備段階の26人入りも果たせずにスーダンでプレーするラサン・ファネが選ばれたしかし12月20日に シディケータが膝を負傷したことにより代わりに招集され、12月27日に大会前に行われた北朝鮮戦でデビューを果たした。次のカタール戦で引き分けたが、新前試合3連戦の最後エジプト戦での出番は、なく0から1で敗戦と、大会前に良い結果が残せず調整は終了した。本大会初戦のアンゴラ戦で出番はなく、 チームは4点先制されると最悪な状態だったが、残り15分で4点入れ引き分けに持ち込んだ。次のアルジェリア戦でも出番はなかった。最終戦のマラウイ戦でアブドライマイガが負傷したため、ハーフタイムに交代で途中出場し、チームは3から1で勝利したが、グループリーグで敗退した。AB、サンバ総、トゥードンナ・ポアールマリプレステーションを並ぶる。 フアサンバソウエスソープロロング、レポイントシュールルメルカート、RU。FC ダイナモモスクは、2020年11月5日、閲覧。ソウサインズフォーザレッツ、www.notinghamforest.co.uk.2020 t 年11月5日閲覧。サンバソウネレートパセデビューズ。サンバソウ、トゥードナーパールマリ。 ソーセレクション、アベクルマリマリ1のゼロスーダン、マリ26ジュヤーズカンボックス、ソーレンプレイス s y ータ、トゥルノアアメクル、インターナショナルジュカタール、マリ、コージュノール、0から1。ありがとうございます。